今日も皆さんお集まりいただいて始まったわけですけどね。乾杯乾杯乾杯で、ワッターの今の感じがまさにさ、もう仕事のメールの返すのもこの文章が長くなるなっちゃうやつは技能がないみたいな短くまとめられるやつ、なかなかこう長引いちゃって、そうそうそうノリで入ってきて落とせないみたいなアルバムリリースおめでとうございます。おめでとうございます俺のまだ出てないピンじゃん。いや、まだ出てないんだ。うん、来月だ。俺、ブダ君のアルバム聞いたね。ああ、マジで送ってくれたもんね、マスタ君が、うん、もうで、ほんとできたばっかだね。この間、先週マスタリング終わったばっかだ。伊杉君のもらって、まだ順番が太っといて、はいはい、分かる分かる、聞くタイミングがあるよね。俺のアルバムも会長に、うん、ね、いい感じだ。まあまあ納得のいく枚数は叩き出した、うんうん、まあ、今までの、まあ、変わらないけど変わってる部分もあるしね、うん、すげえ、まあ、ビートは今までとブームアップってよりはああいうバウンス系が多いもん、ね、うん、最近ポップっていうかずっとそういうなんか 90s っぽいこととかもやってきたし、まあ、それそのアルバムはもう存在するから、うん、ヒップホップのシーンのためとかじゃなくてもなんか自分の入り口になるようなルームをもっと作って、うん、違うやつらが、うん、それ聞いて結局そこに俺のそこにたどり着けばいいし、うんうん、なんかまあいろいろ暇つぶしエコーのことやっててもそれがそこの新鮮さが消えたりするから、相当数作ってるしこれからも絶対半端じゃない数出ちゃうから好きに楽しんでくれって感じだよねどうなっていくかだよね。でも今そこまで売れてなくて残っていくものもあってもそのリスナーの、けどそれはいいんじゃんだけど、そういういろいろやるのは絶対、うん、俺なんかすげえいろいろやってるし、うん、でもまあとりあえずまあ今よりももっと未来だって CD の価値が理解されていくと思うんだよね、うん、まだそのリスナーつうか、うん、日本人の耳ってどう考えても、うん、さやっぱ J-POP の、うん、ポップスで見比べても海外と差が出てるし、うん、 そうだね、うん、まあ、そういう点でオリジナルみたいな秋葉みたいな要素では、うんうん、サブカルっつうか面白いものなんだけど、うん、確かに昔のあの人はヤバかったって言われるようなことを今貯金して、俺らがおっさんになって意外と CD 出たりしてとかありそうだ、うん、まあ今もっと注目すればさらにいいそうだよね、確かに俺ら自分の人生としてはね、そうだね報われたいけど、うん、でもまあ社会そのものだよね。社会と音楽とか自体が同じだし、うんうん、どのシーンも絶対そうだし、確かにもう不景気なのだけっしょでも最近なんか超ネガティブな方向に全部いっちゃうからな、現実的な話になると不景気っつってもそれだけなんかそういうアイドルとかには金使ってるやつがいいんだから、うんうん、でも一人一人のアーティストにすげえ企画とかがつくと思うから、この人だったら買うっていう、なんつうんだろう、アーティストへの信頼があったら俺は結構それが続くと思うんだよね。そういうやつにこう支持してほしいっていうか、なんか、うん、全体っていうよりか、少しずつじゃん、だからもうほんとそういう感じちょっとずつ広まっていけばいいんだと思う、うん、確かに、まあ、流行んなくてもいいけど普通に常にそれがある状況が続けばいいや、うんうん、そう、好きなやつが聴けばいいだけのもんなのは変わんないけど、なんで俺がこううるさいかっつったら、うん、なんか別にシーンとか考えなければ自分は生活してるし、うん、でいいんだけど、うん、ずっとそれ繰り返してて、ずっと一人でそれやってて、うんうん、なんかそれ以外にボランティアじゃないけど、はいはいはい、暇つぶしでもあるし、あ
まあ、一人じゃね、多分全体がシーンが、つうかそのヒップホップ自体が良くなるには多分、うん、いっぱいな人数いないとダメだと思うし、確かに。ワンコンさ、めっちゃ金が出てたけど、何してる？金か、使うね。なるべくタクシー乗るとか乗りたいね。でも使うね、なんか全体で自分ちょっと真面目ぶってるわけじゃないですけど、なんかあれっすもんね、自分だけが金を超蓄えてるっていうのが全部貧乏とか貧困の理由じゃん、結局その子孫のための金とかさ、で子孫も自分の子孫のための金作ってるから、一生自分じゃあその金いつ使うんだよみたいな、そういう点ではどんどん使う、本当は使わないといけない、うんうん、そうしないと回んないから、ね、回んないし、確かに自分が言ってることとも変わってきて、うん、はい、自分の人生で自分の金使い切るようにするのあんま変わんないんだけど、うん、恐怖心からかこう貯金とか蓄えすぎちゃって、うん、どっかで詰まってんだろう、うん、やっぱりあっち、はい、こっち、あっち、ブダ君も聞いた、うん、聞いた聞いた、すげえよかった、うん、よかった面白かったそう言ってもらえると、うん、メンツがなんか面白い、うん、かっこいいことになってた感じが、うん、確かにしたし、なんかそういう感じで作ったの初めてだな、今回もう全部日本人の MC フューチャリングした、うん、そうっすね、うん、確かにそういうの最近周りもやってないもんね、誰も、まあ人が日本語、うん、ワッターがやったか、あ確かに前のやつの時ワッターのワッターの時確かにそれあったけど、まあいないよね、人数が少なすぎて、うん、なんかかっこいいやつが、うん、それでお腹から選んでいくと、うんうん、被るし、うん、例えばそれを表でやっても他のやつもそこを参考にして同じことやっちゃってみたいな、うん、イベントも同じメンツみたいなのばっかりして、うん、あの人材が玉数が少ないって感じが、うんうん、そういつもだからもう普通に友達だけで今までやってたからそうなっちゃってただけだけど、まあ、ちょっと広めて今回今までやったこと、工場も初めてだし、うん、エビスビーツも初めてだし、うん、J も初めてだし、うん、ちょっと新しく、まあ、広があればいいなって感じで、うん、少しそれで。ルダ君の人選的にはどういう感じでチョイスしてるんですか？まあけど J とかは最近仲ちょっと仲良くなったりもしたし、うん、工場はあれだね、スラックとかとも関わってたりしたのがあるか、うん、まあ単純にね、いや、その一つのジャンルとしてヤバいもん、ね、うん、どう考えてるか、エビスビーツは、まあ、イベントであって、それが面白い、面白いと思う話しかけてくれて、あ、これ一個あっちだ、ヤブダ君のアルバムもすげえ良かったし、イスギ君のアルバムはジャケがすげえ、なんかいつも今までで一番できてる、マジでできてるっつうか、かっこいい、ありがとう、すごい、クオリティーがカードも含めて全部良かった、パッケージダウンロードできるんだよな、うん、もうダウンロードしたやつ、うん、ミックスされてないから DJ するときとか、うん、使うのすごい使いやすいし、通して聴くならミックスされてるバージョンがいいけど、ね、うん、確かに良かったね、トザ君のジャケはもう森本さん、うん、見たいな、ちゃんと、うん、そうダウンヘルもらってきた、でも森本さんもあれでしょ、初めてやるっすね、そういうパッケージとか、うん、うん、アルバム作ってる時どんなこと考えてます、うん、2人とも何考える、逆に考えないみたいな、うん、うん、アルバム俺だいたいいつもコンセプトがあるね、うん、大体、あ最初に、うん、何日、なんか大まかかもしれないけど、うん、から、うん、今回だったらそういう日本人の MC、はいはいはい、フューチャリングするとか、うん、かましてやろうとは思う、
それを出す、やばいの作ろうっていうね、うんうん、もちろん絶対に面白い、うん、そうだね、ショックを与えてやろうっていうのは思うし、うんうんうん、やっぱなんか疑問とか 反論とかも出るけど、うん、それは出すべきだよね、うん、出すっていうか、うん、何かを問うべきだ、ね、なあなあなものだって作ったってさ、うんうん、MC だったらあれだもんね、こういう内容の曲とかもあるだろうし、うんうん、そうだね、発言とかがあるから危険だったりもするし、うん、確かに宗教的な部分もあると思うし、うん、その、うん、なんつうの、そのアーティストを言ってることを尊敬して聞いて、うんうん、まあ大体はそうだよね、その偉大なミュージシャンたち、うんうんうん、の音楽は宗教の要素が確実にあって、うんね、まあ、ポジティブな、やっぱりな、正しいメッセージを伝えることが大事です、うん、だからもうその人が好きだとか、そうだね、その人の言ってることとか、その音楽についていきたいみたいな、うんうん、そうだね、ほ、うんと、なんも内容がないやつが多いからそう、ね、楽しむ、まあ、楽しむ、うん、ちゃんとそういうのは一緒、考えた方が内容がなくても、なんか楽しむとか、うん、裏にそういう内容が隠されてる、うんうん、そうだね、とかはあるけど、うん、まあでもいろいろ、でもそれがなんかやっぱ音楽的にっつうかできてた方がまあかっこいいよ、うん、理解されてなくても そうだね、そういう風に作ってたんだって、うん、後々分かっても倍楽しいし、うんうんうん、確かに、もしかも世界レベル、はい、世界レベル、うん、まあ目指してるっていうか、うん、そのつもり、うんうん、その日本だけでやってる小さい範囲でできればいいっていうよりは、うん、だからこれが日本じゃなくて俺が英語で喋ってやってたら、うん、そのそれアメリカでいうどのくらいのものになってて、うん、それがもし俺が普通のアメリカで育ったニューヨークの黒人でそれをあっちでやってるやつだとしたら、うんうん、どのくらいの今アメリカにあるどのくらいのやつと同じことができてんだろう、うんうん、でも日本とかも完全に逆境だからそうだね多分そこに気づけないじゃん、有名にならないと、うん、まあそんなのどの世界もそうだけど、うん、有名にならないと、うん、みんなが有名でみんながいいってないとみんながいい、そうだね、恥かきたくないから、うん、確かに受けたくないわけじゃん、うん、その守りに入りすぎてるし、守ってる割には自分がないみたいな、うん、社会も社会も全部そうだし、ね、じゃあ何を守ってんだって言われると、うん、もう逃げ切るっていう人生、うん、そういうのが音楽シーンにもある、うん、もちろんあるし、うん、まあけどね、そうじゃない人もいると思うから、まあいるけどね、うん、なんか、うん、でもなんか自分が自分の満足いった上で、うん、そういうことを何かできることを考えると、うんうん、なんかいっぱい確かに改善しなきゃいけないことはいっぱいある、うん、